はい、ガチンコバッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。やっぱりね、男の子の憧れとしては、まあいろいろあるんですけども、その一つがホームジムを持つことだと思うんですよね。で、ホームジムといっても大規模のものじゃなくてもいいんですよ。例えばダンベル一つとかバーベル一つとかね、それからベンチですね、こういったものがあるだけで、自分のね、暮らしっていうのがすごく引き立つというかね、なんか強くなった気持ちがするような、そんなアイテムだと思うんですよ。毎日ねバーベルを眺めるだけで、あ、ちょっといいなみたいな感じになったりね、ちょっとこう筋肉がついたような気持ちになったりとかして、それが日々のモチベーションとか豊かさになるんではないかなと思います。特に今ね、外出がなかなか難しい時期なんで、部屋の中にあるバーベルやダンベルとね、しっかりと組み合うことができるんじゃないかなというところですよね。はい、ミスター M さんの動画の中で今回はね、いろんな機材を紹介していただきました。これ一度に全部手に入れたわけじゃなくて、少しずつ集めたと思うんですけども、次回はね、どういったものから買えばいいのかっていうことをちょっとアドバイスいただければ嬉しいかなと思います。私の場合はですね、一番最初に、ベンチを買いましたね。ベンチってものを買って、で、そのベンチを使って腹筋をしたり背筋をしたり、ベンチを使って腕立てをしたりみたいな感じでね、ベンチがそのメルカリで5,000円ぐらいだったんですよね、送料込みで。結構ね、いい価格でしょ。あれまともに買ったら1万円ぐらいするんですよね。ですので、そのベンチを私は軸にして、そこからだいぶこうやって広げていったところがあって、広げる過程で、バーベルやダンベルのね、重りがあるじゃないですか。で、重りを直接床に置くのも、フローリングの床に置くのもどうかなと思ったんで、マットっていうかシートを買ったわけですよね。軽トラックの荷台に置くような黒いこうゴムのマットですね。で、規模が広がっていくと、そのマットも2枚にして、ちょっと展開を広げていったってことですかね。それからね、いろんな腹筋をする、ワンダーコアみたいなの買ったりとか、それからシャフトを買ってですね、バーベルにしたりとか、で、あとはロデオも買いましたね。そういう風にしてだんだん広げていったとか、で、冷蔵庫を買って冷蔵庫にドリンク入れたりとか、それからサプリメントっていうのは結構最後の方でしたね。で、最終的にはテレビの画面をボーンと置いて映画を見ながら筋トレできるようにみたいな感じですかね。そういう風な順番で買いましたね。で、今回ミスター M さんもいろんな思いで機材をね、揃えられたと思いますけども、また別の機会にはね、そういうふうなどんな順番で買ったらいいかみたいな、そしてそのための最初の予算はいくらぐらいなのかとかね、そういうのを放送でやっていただければいいのかなと思います。私はだから最初は5,000円の予算でベンチを買ったってところからスタートなんですけどね。ミスター M さんはね、自重でやるトレーニングをいっぱい進めてくださいますんで、必ずしも何かを買わなければならないってことではないです。ただお金をかけてもいいかなっていう風なね、気持ちになってきたら、一度に買うんではなくて、少しずつ広げていくのはどうかなと思いますよね。はい、それではですね、ミスター M さんとの対談、ぜひね、ここでまた皆さんに見ていただきたいなと思うんですけども、ミスター M さん、時間的にはいつ頃がいいですかね。朝、昼、それから夜、深夜、こういった分類があると思いますけども、私のね、予想ではミスター M さん、深夜の枠がいいのかなと。動画の更新とかっていうのが割と深夜に届いたりしますんでね、今日も先ほど朝7時ぐらいに届いてますんで、こういった活動するのが深夜が多いのかなと思いますけども、ちょっと分かりませんのでね、その辺対談の、なんですかね、曜日とか、それから時間帯とかあったらまたお聞かせください。それでは。